でかいおっさん。左おったりいいじゃん、もう。8、俺7.9だ。やばい。その辺だな。さあ、というところで、ダンスシリーズも欲しい。あら、どうする、委員長。ちょっと、委員長。委員長、自由だな、おい。ちょっと、審査委員長、稲村さんだ。あれなんだよ。まあいいや、ウォーミングアップしとこう。そうそう、しとこう、しとこう。ね。いや、でもね、はい。あの、ウォーミングアップですよね。そうです。沖縄はやるよ。だってお前あれだろ、ウエストシリーズから沖縄に移住したんだろ。いや移住じゃなくて沖縄シリーズの選手選考にも関わってるから、まあ、はい、ここはね。っていうかこの地方選全国大会かける意気込みって沖縄すごいんだよね。多分沖縄が一番すごいんじゃない。ある意味ね、はい、だここまで出てくること自体本当大変ですからね。ほらもともと D1 のその GP だったりとか、はい、リーガルのインターとかね、はい、シーズン戦となってるものを内地まで出て行って追うっていうのはなかなか難しい。できないのからね、はい、ただシュートアウトの全国大会は年に1回だけなんで、はいはい、そこに向けて1年間沖縄の中でね活動して、はい、で1年間でお金を貯めて出てくるっていうのは可能なわけですよね。周りの人たちやスタッフを含めてね、ここ来るのって沖縄から出てきてここ戦いやると結局ほとんどほぼ旅行ですからね。そうですよね。本当にこの間ずっと回転休業状態になってますからね、沖縄ではね。そうなんですよ。大変は大変なんですが、確かに盛り上がって事実ですよね。1回大会開くだけで100台ぐらいになってますね。ですよ。だからこの MSF で沖縄のコロナ禍から誰かがもっと上来ると、そうよりまた沖縄が活性化されると。だって考えないですよ。沖縄の1県だけで、はい、まあ、沖縄のスーパードリフトってやってるんですけど、はい、あの1県だけで参加者が100台集まるんですよ、ね、沖縄県だけで。ですよね。すごいですよね。まあ、それからでも選ばれたちゃんとこれ上位10名。そう、それもしかもそのスーパードリフトも沖縄のシリーズの中では、まあ、野村さん、はじめ熊久保さん、はい、野口さん、末永正雄、まあ、こういったメンツで審査やってるんで、はい、まあ、みんなが認めてる選手でもあるわけですよ、はいはいはい、でこれ最終戦で決定した10代なんですけど、はい、その時は審査団が要は、まあ、俺を入れて、まあ、野村さん、熊久保さん、小口さん、末永さんの5人体制で選んだ10代なんで、はい、ああああすごいね。これは多分ちゃんとやれば力が出る。ゆかり牧場のあのコースですよね、はい、さあ、というところでいよいよ沖縄の10人、ラストの10人です。これじゃあ沖縄の上2人は残るんですけど、はい、それ以外も入ってくる可能性はある。沖縄が全体的にそれ以外の上位4名に入ってくる可能性もある。ありますよ。全然レベル高くねえよ。さあ、予備賞金勝圭一郎、勢いいいよ。おお、ね、おいでいただいて。これが今赤い S15 号、ね、今の勢いよかったよ。振り出しとか沖縄4番 S15 号月下の人、さらには沖縄0本番こんな感じで、電子よかったの。なるほど。ああ、二度け。やさりなって、笑ってますから。